こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。では今日も切り絵を作っていきましょう。では桜を切っていこうと思います。細かいところから切っていきます。ここは額を落とさないように気をつけてください。ここじゃないですね、おしべ、おしべ。さて、内側が切れました。次に輪郭を切っていきます。花びらの方から切っていきます。全部できたら葉は内側から外側へと動かせるように輪郭を切っていきます。はい、輪郭も切れました。はい、桜です。では色付けをしていこうと思います。色付けに必要なのは塗りの台紙、和紙、トレーシングペーパー、塗り、シャープペン、デザインカッターです。今日はペンの塗りを使います。まず写していきます。ぼかしを使って色付けをします。いいですね。続けてやっていきます。はい、桜できました。いいですね。いかがでしたでしょうか。ぜひ作ってみてくださいね。 Twitter、Instagram やってますので、ぜひ覗いてみてください。そしてチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。